皆さんこんにちは。はい、冒頭からこのように光造形 3D プリンターの造形物がずらっと並んでいます。これらすべて今までの動画で出力してきたものなんですよね。とても出力してからある一定の日数が経過しています。特に以前投稿したこちらの動画、 3D プリント後数年経って一体どうなっているのか、非常に多くの方にご視聴いただいたんですが、自分も含めて 3D プリント品の長期的な変化、かなり気になるところですよね。こちらの方もさらにね、引き続き観察を続行しておるわけなんですが、今回ですね、違う長期企画をスタートさせたいと思います。今現在行っているのは直射日光を避けた屋内で保管、これをね、ずっと続けているわけなんですが、今回やっていきたいのは出力物を丸々した状態でずっと置いておくとどうなるのかというように、条件をつけた経過の観察ができればね、面白いかなと思っています。今回思いついたきっかけとしましては、以前からコメントで何とかいただいているんですが、出力物を水のかかるところにね、長期間置いていた場合、割れたり脆くなったりするといったね、報告が寄せられています。これね、実際自分もかなり気になっていたところでして、 3D プリントした出力物を水にさらすということをね、長期間続けるとどうなるのか、こういった条件付けをしてね、経過を観察してみたいと思いました。水洗いレジンは水でジャブジャブね、洗浄したりもしますし、アルコール洗浄レジンも水中二次硬化でね、一時的に水につけて硬化させるといったこともしますが、その時点では大きなトラブルはないはずです。そこで 3D プリントした出力物を水中へドボン。この状態で経過を観察していきます。もう一つの方法として考えているのがこれ、表面をね、水で濡らします。そしてそのまま放置、これでね、自然乾燥させます。乾いたところで翌日また同じように水に濡らして放置、自然乾燥させます。これをね、ひたすら毎日繰り返す。この水関連はね、一旦この2つの方法でやろうとは思ってるんですが、今回なぜこのような動画を事前に投稿してるかと言いますと、今回かなり長い期間の調査になると思うんですが、いやいや、こんなやり方じゃダメですよと、穴があるよと、今現時点でね、もし不十分な要素があればコメント欄でね、ビシバシご指摘いただきたく思います。はい、そしてこちらずらっと並んだ大量のレジン、今までね、ご紹介してきたレジンになります。今回検証に際してはね、全てのレジンっていうわけにはさすがにいかないんですけども、代表的なレジンを選ばせていただいて、それらで検証していきたいと思います。まずね、使われている方も多いであろう SK 本舗さんの水洗いレジン、これはね、入れようと思っています。そしてアルコール洗浄用レジン、あとクリアレジンですね、この3種類で検証していきたいと考えています。そしてこの動画公開と同時にこちらのアンケートも実施いたします。内容は 3D プリント品の時間経過で起こるね、さまざまなトラブル、これで一番ね、やっぱり心配なのはどれでしょうというような内容となっております。まあ、どれもね、心配っちゃ心配かもしれないんですが、その中でね、強いて言えば一番というのをね、選んでいただければと思います。結果は後日発表、今後の動画の方にも反映させていきたいと考えています。ぜひご協力くださいませ。はい、そういうわけでね、今回はまあお知らせ会ということでちょっとね、短めにはなってしまったんですが、今後の動画の投稿内容としましては、近日公開の予定してますのが、ボクセルダンス単語スライサーソフトなんですが、こちらを、かなりね、徹底的に紹介できればと考えております。もしね、ご興味ある方おられましたら楽しみにしていただければと思います。そしていつも動画のコメント欄にて、コメントリクエストありがとうございます。非常にね、励みになっております。今回の長期企画に関しましても、こういった別の方法でね、やってほしいというのがもしありましたら、コメント欄にてね、リクエストをお願いします。現状ね、なかなかリクエストいただいてもすぐに答えることが難しいというのはあるんですが、まあ、気長に待っていただけるとありがたいです。ぜひ今後も当それつくチャンネルよろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。